静岡市内に設置されている一時停止の標識が2年以上無効の状態になっていて、県警がこの標識をもとに67人を誤って検挙していたことが分かりました。安倍川駅の東口です。この道から駅のロータリーに入る手前にあるこの標識、この止まれの標識が2年以上にわたって無効な状態だったということです。一時停止の標識はロータリーが作られた2018年3月に設置されましたが、警察が交通規制の管理システムにその内容を反映していませんでした。先月28日にシステムの点検で気づくまで2年以上にわたり無効の状態でした。しかし県警は去年1月から先月24日までに無効の標識をもとに69件を誤って交通違反として検挙し、42万6千円の反則金を命じていました。県警は違反点数を抹消し、反則金を返還する手続きを行うとともに再発防止に努めるとしています。